こんにちは、レイセンです。今日は8月22日水曜日になります。絶食129日目です。で今時間の方が午前11時、8分ぐらいですね。天気は晴れ、いい天気です。で、睡眠時間は今のところ3時間と15分ぐらいですね。で、尿回数がすでに4回出ているところです。そしたら今日は耳詰まりはないでそうな感じはあるけど耳詰まりはないですね。そしたら野菜ジュース、早速伊藤園の旬野菜から、まあ、開封後すぐ飲むっていう形でやってみたいと思います。それでは、絶食129日目始めていきます。1回目伊藤園の旬野菜、これですね。ぎっしり15種類の旬野菜、これ900入ってるのでもうそのまま開封してすぐこのペットボトルのままコップに入れずに飲んでいきます。これが性欲の出る原因なのかどうかを確かめる。うまい。一番最初にこれ飲むと美味しいですね。あの野菜一日これ一杯とか飲んだ後だとなんか味があんまりないかな、うまみがあんまりないかなと思うんだけど、これだけ最初に飲むとうまみ感じる。うまみ感じるし、あのなんセロリとかかな、セロリとかの緑黄色野菜系の味わいが結構いい感じに効くっていうのかな、まあ、個人的にはすごく好き。うまい。なんかうまく感じてきた糸屋の旬野菜、値段安いからこれいいかもしれない、まあ、こんな感じでちょっとあの全部飲んじゃいますね。そしたら、取ってきます。今、全部飲んだところです。10分ほどで飲み終えた。11時10分ぐらい飲んで、今20分なんで10分間で旬野菜900を飲み終えたところです。これで、まあ、体の状態ですね、体の状態なんか変化があるかどうか見るけど、まあもうしばらく経ってなんかドリンク欲しくなったら他の野菜生活100とか取りますけど、とりあえずはまあこれで様子見るっていう感じですね。で今後もちょっと、まあ、旬野菜は美味しいもんで、買っていこうかなって思ってます。でその過程の中でまた性欲の出る具合とかも分かってくるかなって思います。まあ、そんなとこですね。カゴメの野菜1日これ1杯取っていこうと思います。さっき旬野菜取ってかあれが11時10分だったんで、で今が午後1時35分頃ですね。まあ2時間以上経ってるんで、まあそろそろ取ってもいいでしょうっていうところです。性欲出てこないですね。旬野菜じゃないのかもしれないですね。わかんない、ちょっとわかんない原因が。まあとりあえずそのうちもしかしたらわかるかもしれないけど、あんまりそこばっか集中はできないもんで、そこは特に重要なところではないんで、性欲云々が、まあおいおい分かってきたら話すってとこですね。そしたらこれ飲んでいきます。今一瞬で飲んじゃったんでもう一杯入れとこうと思います。時間はほとんど変わってないですね。5分しか変わってない。
まあ、午後1時40分ぐらいですね。そしたらこれ飲んでいこうと思います。カゴメの優しい生活100取ってきます。で、時計買ったんですけど、これジョージ点灯しない、ジョージ点灯するやつをここにつけようかなと思ってて、あ、まあでも、見にくいかな、どの道見にくいかな、で消えるんですよね。なんか、時計で常時点灯しない時計があるっていうとは思わなくって、常に表示され、時計って常に表示されてるもんだっていう認識が私にあったんで、まさかこう、あの常時表示されない時計が販売されてるなんて思わなくって、これでも音でつくみたいですね。で、Amazon でいろいろ調べたら、他にも結構音で点灯するタイプが ありますね。今流行ってるのかな、わかんないけど。でも私が欲しかったのは常時点灯するタイプだったんですけど、まあ、仕方ないんで、とりあえずしばらくはこれ使うけど、見えるかな、見にくいかな、ちょっと。これ点灯してこんな感じで置いとけば、一応今何時って言わなくても、大体わかるかな、これ見て、4時ですね、4時ぐらいですよ。本当はまあずっと点灯してる状態で置いとけば、インターバル録画の時も時間帯が分かるかなと思ったんだけど、ずっと流れが、時間が、常に時間が表示されてる方が分かりやすいかなと思ったんだけど、消える。他のやつ新しく買ってもいいんだけど、私はこういうのなんか理由があるって考える人なんで、なんか理由がある、常時点灯しないものを、まあ、手に入れたっていうことに何か意味があるのかもしれないっていうふうに今思ったりするもんで、とりあえずちょっとこれ使ってみる。ただこれ線なんですよね、 USB 線で、説明書きのところには充電、電池、充電式の電池が入ってるって書いてあったんで、線は抜いても大丈夫だと思ってたんですけど、充電されて大丈夫じゃなかったですね。これ線引っこ抜くと消えちゃうんで、だ線がずっとつけっぱなしって、ここに線がつながってるっていうのはちょっと面倒があるんで、どのぐらい使うかわからない、そのうちやめちゃうかもしれないけど、とりあえずまあせっかく買ったんで、まあしばらくはこれ使ってみようかな。もうそのうちやめちゃうかもしれない。ここに線があるとちょっと引っ掛ける可能性があるもんで、あとヘッドホンの線と絡むんですよね。だからまあそのうちやめちゃうかもしれないけど、まあ時間帯はまあ時計、こういう時だけ、こういうなんか撮る時だけ説明、時間言えば、まあ今まで通り言えばいいかなっていう気もする。まあそこまで厳密にやらなくても、やる必要性はそうないかもしれないなっていうふうにちょっと思った。っていうか、まあそうしない方がもしかしたらいいのかもしれない。こういう時計を手に入れた時点で何か訳があるっていうのか、でも常時時計は表示させない方がもしかしたらいいのかもしれない。そこまであのあまりシビアにしなくてもいいのかも、というかしない方がいいのかもしれないっていうところですね。何かまあ理由があるんだろうなっていうふうに私は考えるんで、なんでまあ時計、まあ、しばらくちょっと使うかもしれないけど、そのうちやめちゃうかもしれない。
ですね。っていうか、かなりこれ、邪魔ですね。邪魔ですね、これ。とりあえず、野菜生活100。これ。ちょっと、やっぱり邪魔かな、これ、邪魔かもしれない。今が4時、4時ジャストってとこですね。まあ、上とか見上げなくていいっていうのはありますけど、OK。そしたら、これ、取っていきます。もうすぐ飲んじゃったので、もう一杯入れときます。ですね。時間の方が、ですね。まあ、こうやってやっとくと、わかりいいですよね。わかりいいかな。わかりいいはず。まあ、これはこれで悪くないと思いたい。そしたら取っていきます。伊藤園の充実野菜、緑の野菜のタイプですね。これ飲んでいこうと思います。時間5時15分ってとこですね。でこれはもうあのペットボトルのまま、これが930なんで、これペットボトルのまま、まあ、取っていこうと思います。で味の方が、なんか変わった味ですね、これ。なんだろう、まあ果物、リンゴの味と、なんか癖のある緑黄色野菜系の味がしますね。あんまり美味しくない。正直美味しくない。何の味かな。まあいろんな野菜の味が混ざりに混ざってるもんで、どれがっていうのはちょっと分かんないですけど、リンゴの味はなんか一番強めに出てますね。ほうれん草っていう感じもしないですけどね。セロリの味っていう感じでもないですけどね。モロヘイヤとか、ちょっとわかんないですね。なんか微妙な味ですね、これ。美味しいかと聞かれたら、正直美味しくないよって言っちゃうかな、これ。美味しくない。だからリンゴの味が強いんで飲めないことはないっていう感じですね。ただ緑黄色野菜の味わいはあんまり感じないかな。なんか変な味がするっていう印象ですね。変な味がする。なんか変な味がする。まあとりあえずこれ飲んでいきます。ビタミン野菜、これ取っていこうと思います。時間これですね。これが 930g ですね。伊藤園のビタミン野菜ですね。6時45分ですかね。味が、これ結構美味しい。これ美味しいですね。これいい。これ結構いい。なんだろう、なんか分からんけどいいっていう。あの味のバランス割といいですね。温州みかんかな。なんかみかんの味が結構強めですね。でもみかんだけじゃなくって、なんか他の味わいもありますね。で、しっかりした味。まあ、どちらかっていうと、野菜ジュースっていうよりは果物ですね。果物のジュースですね。そんな印象だけど、美味しい。
これ、取っていきます。伊藤園のすりおろし人参充実野菜ベータカロチン 930g ですね。これ取っていこうと思います。時間これですね、7時22分ってところです。そしたらこれ、味なんだろう、人参なんだろう、リンゴかな、リンゴの味が強いですね。悪くはない。ただすりおろし人参なのかな。でもなんかリンゴの味がすごく強い。ちょっと変な味のするリンゴジュースっていうのかな、ちょっと変な味のするリンゴジュースって感じですね。体にはいいかもしれない。あ、オレンジもちょっと入ってる。オレンジの味もちょっとする。全体的に果物ジュースの印象が強いですね。そしたらこれ飲んでいきます。さっきからあまり経ってないけど、デルモーテの野菜ジュース取っていこうと思います。時間8時、20分ぐらいですね。そしたら取っていきます。おはようございます。今午前7時26分ぐらいですね。これから体重測定やっていきます。体重増えてますね。体脂肪率も増えてますね。ウエスト測っていきます。正面と側面と背中。63ですね。変わってないですね。血圧測っていきます。106-73です。今日の結果報告です。今日は天気晴れですね。で、睡眠時間は4時間と45分ぐらいです。これは、深夜0時から0時半までの30分間と、午前1時半から2時半までの1時間と、午前3時から3時45分までの45分間。これまあ大体寝始めと、あと起きた時が比較的よく分かってたもんで、でまあ15分単位っていう形になってます。で、あと午前7時から8時までの1時間と、午後10時から10時半までの30分間と、午後11時から深夜0時までの1時間。これで合わせて4時間と45分ってところです。まあそんな感じですね。で、野菜ジュース飲んだもの、野菜ジュースが、
今日は 6590ml 取ってます。まあ、昨日が6120なんで昨日より若干多いぐらいですね。そんなに大きくは違ってない。で、1回目が午前11時10分頃で、旬野菜、伊藤園の旬野菜900を取ってます。で、ここから2時間と25分後にの午前1時35分頃に2回目野菜1日これ1杯500を取ってます。で、そこから5分後の午後1時40分頃に同じく野菜1日これ1杯500を取っています。で、そこから2時間と20分後の午後4時頃に4回目、今度は野菜生活100ですね、オリジナルの500取ってます。で、そこから10分後の午後4時10分頃に5回目、同じく野菜生活100の 500ml 取ってます。で、そこから1時間と5分後の午後5時15分頃に6回目、これは伊藤園の充実野菜ですね、の緑の方、これ 930ml、 930g だったかな、取ってます。で、そこから1時間と30分後の午後6時45分頃ですね、同じく伊藤園のビタミン野菜、これも930取ってて、そこから35分後の午後7時20分頃に同じく伊藤園の充実野菜、今度すりおろし人参の方930を取ってて、で、ラスト1時間後の午後8時20分頃にデルモンテの野菜ジュースですね、これ900取ってます。これが最後9回目ってところです。合わせて 6590ml ですね。で、尿回数は19回出てて、濃さの方は薄いものからかなり薄いもの、あとほぼ無色と出てます。で、量の方は平均的と多め、あと少し多いっていう感じですね。うん。で、おならは少ない。で、夜に少しあったってところですね。匂いはなし。で、今日大便1回出てます。午後8時15分頃ですね。かなり赤い褐色。だから、まあ、ちょっと濃いめの茶色なんだけど、焦げ茶に近いかな。濃いめの茶色なんだけど、すごく赤っぽいんですよね。まあ、十中八九トマトの色だと思うんだけど、すごく赤いなんで、かなり赤い褐色で、ふとバナナ状で20センチと、あと、まあ、大体手のひらの親指の先端から小指の先まで、まあ、普通の大人の男性で手のひらの先端、親指から小指までが20センチ。まあ、これ目安にすると、定規持ってなくても大体の長さがわかる。女性の場合だと15センチぐらいかな。うん、大体、親指から小指まで、手広げた時パーにしてですね。パーにして、親指の先端から小指の先端まで。うん。まあ、大人の男性で20センチぐらい。女性だと15センチぐらい。まあ、これを目安にすると、なんか物を測りたい時にパッと。広げてパッとやる、大体の長さが分かるってところですね。うん。で、太バナナ状で20センチと、あと小さな小粒で5粒ぐらいと、あと中太バナナ状で5センチぐらいと、あと細バナナ状で5センチぐらい出てます。で、平均的な硬さで匂いはなしですね。うん。おならも匂いないし、便も匂いはない、大便も匂いがない。なんか野菜ジュースはやっぱ腸にすごくいいですね。いい飲み物で、今日の気づきは、まあ、伊藤園の旬野菜取ったんですけど、うん、まあ、なんかちょっと思ったのは、体にちょっと少し負担になるなってるのかな。ちょっとだけなんかしんどさを感じた、特に胸のあたり、うん、取ってからですね、取って少ししてから、ちょっとなんか体にしんどさを感じたっていうか、うん、だから少しだけ負担になってるのかもしれないですね、旬野菜。うん、まあ、そういう印象があったっていうところです。で、飲んで2時間ぐらい経ったけど、
あの性欲は出てこなかった、出てこなかったんだけど、あの朝、明け方少し性欲ありましたね。少しだけですけどね、そう問題になるほどではない、少しだけあったんです。だから、旬野菜はそんなに関係ないかもしれないですね。ちょっと原因がわからないもんで、とりあえずまあ性欲の方は保留にしておこうかな。そのうちもし分かった時は お伝えするっていう形ですね。一応まあ旬野菜、糸井の旬野菜はまあちょっとあの900飲んでみたけど、なんか体にちょっと負担を感じる、少し負担を感じる、しんどさを感じるっていうのが、そういうのがあった。で、伊藤園の充実野菜、緑のやつですね。あれはまあ、正直なところ変な味がした。変な味のするリンゴジュースっていう感じですね。リンゴジュースになんか変なもの足したっていう、そういう印象。正直美味しくないし、野菜の濃さっていうのはあんまり味わうことができないっていうのかな。なんかもう本当リンゴジュースになんか変な汁足したなみたいな、そんな感じでしたね。緑の野菜の、まあ、旨味とか美味しさとか、そういうのを味わうことはできなかった。できなかった。ほとんどリンゴジュースって感じですね。まあ多分ベースはリンゴジュースなんだろうけど、あれだったら市販のファミマのリンゴジュースを買ってきて、で、飲んだ方がいいかなって。それと、まあ野菜一日これ一杯飲んだ方がいいかな。あれ買うんだったら、この充実野菜の緑のやつ買うんだったら、そんな感じですね。特になんかこれといってなんか効果、なんかこういういいところがあったよっていう効果を体で感じることもないし、大半リンゴジュースが入ってる印象でしたね。なので、なんていうのかな、野菜生活100みたいにちょっとある程度バランスがあるっていう印象ではなくって、ほとんどリンゴジュースっていう感じ。野菜生活100も果物ジュース あのウェイトがやや高い感じはするんだけど、それ以上に充実野菜はもうほとんどリンゴジュースで、ちょっとなんか変な汁、変な汁混ぜたみたいな、そういう印象でしたね。ちょっといまいちかな、あれは。多分もう買わないかもしれないですね。で、ビタミン野菜、糸井のビタミン野菜、これも飲んでからちょっと少し気持ち悪くなった。で、あと少し変な色の小便が出る。なんか明らかに化学色っていうのかな、化学的に作られた色っていうのかな、そういうなんか黄色っぽい色っていうのかな、そういう小便が出る、ですね。妙な黄色っていうのかな、なんかビタミン関係のジュースありますよね、清涼飲料水、ビタミン関係のジュース、ああいうのの色に近いっていうのかな。で、なんかまあ少しだけちょっと気持ち悪くなった、あれ飲んだら。あとは同じく伊藤園の充実野菜のすりおろし人参の方ですね。あれもちょっと変な味がするリンゴジュースって感じですね。あれも変な味のするリンゴジュースって感じだった、あれも美味しくない。ピューレが入ってるんだけど、ピューレ、人参のピューレかな、あれ、人参かリンゴか分かんないけど、ピューレが入ってる。多分まあすりおろし人参って書いてあるから人参のピューレでしょうね。入ってるんだけど、人参の味はあんまりしない、正直あんまりしない、だからかなり薄いですね。もうほとんどリンゴジュースですね。リンゴジュースになんか少し変なピューレ足した、そんな印象。あんまり良くないね、あれ。値段の割にはあんまりちょっといまいちかな。
あれだったら、あれ飲むんだったら野菜生活100買っちゃうかな。うん、そんな感じでしたね。うん、かまあファミリーマートでリンゴジュース買った方がいいかな。私ならそっち選ぶかなっていうところですね。ただただあの充実野菜の緑にしてもそうだし、ビタミン野菜もそうだし、充実のすりおろし人参にしてもそうなんだけど、腸の調子は悪くならないんですよね。腸の調子は、まあリンゴジュースってあんまり悪くならなかったかな。ミックスが悪くなるもんで、ミックスジュースが、リンゴジュースとあとオレンジはあんまり悪くならなかったかもしれないんで、まあ単にそこだけの問題かもしれないですけれどね。なんか腸の調子は別に悪くならなかったけど、なんかちょっと気持ち悪くなったりした、うん、とかなんか、うん、ちょっとしんどさを感じたりとか、そういうのがあったんで、まあ、うん、正直勧められないかな。伊藤園の、まあ、商品でいけば伊藤園の野菜ジュース、あれが値段安くて、まあ、比較的使えるかもしれない。ただちょっとやっぱり体に負担が出そうなしんどさがあったもんで、うん、まあ費用対効果、値段の安さから買ってもいいかなとちょっと思うけど、まあそれ、うん、お金に余裕があるんなら買わないかなっていうとこですね。もうそこ次第って感じですね。だからベストは、やっぱりベストはあのカゴメの野菜1日これ1杯と野菜生活100オリジナル、この2種類ですね。この2種類で、紫の野菜もあの前ブログやってた時試してたんだけど、あれ薄めたら結構いける、薄めたら結構いける、うん、ただまあ、 あのパックで売ってないもんで、私の、まあ、この周辺ではそれなりに安い値段で、うん、だからまあ使うとしたら野菜1日これ1杯と野菜生活100のオリジナル、これかな。この2本、この2本でやっていくのがいいかなっていうふうに思う。で、一応試してみたいのは、あのその2本をメインで取りつつ、無調整豆乳とあとファミマの果物ジュース、うん、だファミマの果物ジュース、特にミックスジュースとかあと無調整豆乳なんかは腸の調子悪くなるんだけど、これあの野菜1日これ1杯と一緒に取ったら調子悪くならないんじゃないかなってちょっと思った。これやってみないとわからないけど、うん、うまい具合に野菜の成分があのいい感じに処理、あの腸の中であの仕事してくれて、うん、で腸が悪くならない可能性がある。それならないんだったらそれも飲めるもんで、あのかなりいい環境になる、うん、いろいろ飲めた方がいいんで、野菜一日これ一杯と野菜生活100だけでもそんなに飽きないかもしれないけど、まあいろいろ取れた方がいいかなとは思う、うん、やっぱあのバリエーションっていうか選択肢は多い方がいい、うん、でも腸の調子が悪くならないんだったら、うん、その方がいいかなっていうふうにも思うし、一応まあ今日、まあここ数日間野菜ジュースだけでやってみて、体重が増えて、体重と体脂肪率がやっぱ増えてるんですよね、徐々に。やうん、増えていってるもんで、まあ、野菜ジュースは果物ジュースとか無調整豆乳に比べると体重が増えやすい傾向がもしかしたらあるかもしれない。体重体脂肪率ですねが増える傾向がもしかしたらあるかもしれない、うん、って考えた時に、果物ジュースとか無調整豆乳を、まあ、一緒に取れるっていう状況を作り出せるのであれば、体重体脂肪率のコントロールがしやすくなるんですよね。ここ大きいかなって思うんで、あと食への意識が向いた時には無調整豆乳を取れるっていうのも大きいですよね。まあここもちょっと試してみようかなっていうふうに思ってます。無調整、あの野菜生活100と野菜1日これ1杯と無調整豆乳とファミマの果物ジュースですね、この辺を一緒に取ってみて、同じ日に取ってみて、で様子見てみる、腸の状態とか、うん、それやってみてもいいかなっていうふうに思ってます、うん、それも やってみてもいいし、あとは、まあ、あの野菜ジュースだけでしばらくやってみるっていうのも
どっち先にやってもいいけど、まあ、どっちでもいいかな。まあ、おいおいその両方やってみるっていう感じでいきます。そんなとこですね。なんで、カゴメの商品がやっぱり結構すごい、しっかり作られてるっていうのかな。高級感があるっていうのかな。やっぱちょっとなんかランクが違うっていうか、群を抜いてる印象があります。正直なところですね。あんまりやっぱり、いい悪いとか、価値判断ってしちゃいけないんだけど、ラムさんの本でも価値判断は良くないって書いてあるんで、全てのものにやっぱり等しく価値がある、価値判断はしちゃいけない、いい悪いとかいうのはあんまりやっちゃいけないんですよね。いい悪いとか善悪とか、正しい正しくないとか、そういうふうに分けちゃいけない、そういう分けるのは良くない、上下関係とか、そういうのをつけちゃいけない、優秀だとか優秀じゃないとか、そういう決めつけは良くないんですよね。確かにこれは大きいと思う。前に以前知り合った方で、ある家族の方ですね。家族の方いて、で、その母親、お母さんの方が、よく人、自分の息子さんを比べる人っていうのかな、比較する人っていうのかな。で、親戚の、人と自分の息子さんをよく比較するんですよね。比較して、比べちゃう。比べて、で、そう、比べた上で、接することを、まあ、結構、まあ、ある程度の期間されてたみたいで、息子さんがちょっと精神に異常をきたしちゃって、で、普通の生活ができなくなっちゃったっていうのがあったんですよね。だから比べちゃいけないんですね。比べるっていうのは優劣をつけるってことなんで、だから比べちゃいけない。だからまあ、親になられてる方ですね、子供がいる方、父親とか母親、自分が父の立場、母の立場になってる方は、子供を他の人と比べちゃいけない。絶対比べちゃいけない。それだけはやっちゃいけない。それやると子供はおかしくなっちゃう。あんまり長い期間やるとおかしくなっちゃう。比べるっていうのは逆に言えば、お前は未熟なんだよ、お前は出来が悪いんだよって言ってるようなもんなんで、言われてる方はたまったもんじゃないよっていう。で、それが自分の親に言われるとなおさらですよね。なおさらしんどいんで、だから親戚がなんかいい賞を取ったとか、いいなんか結果を出したとか、社会的に、それ社会意識の塊なんで、社会的に、まあ、いい大学に行った、いい会社に行った、いい賞を取ったとか、そういう時に親がその人と自分の子供を比べたりするっていうのは絶対やっちゃダメですね。絶対やっちゃダメですね。そんな賞なんかどうだっていいんですよ。どんな大学行こうがどうだっていい、どんな会社行こうがどうだっていいんですよ。そんなのはどうだっていいんですよ。それはただの社会意識、社会意識における価値観であって、価値観自体が本当は非常に悪質なもんなんですよね。本当はダメなんですよ。まあ成功を収めるっていうのはそれはそれで喜びがあるもんでいいんだけど、それはその人だけの経験のものであって、比べちゃいけない。そもそも進む道、人生の道が違うんで、比べちゃいけない。そこ大事ですね。だからもう、その大学、どんな大学行ったとかどうだっていい、どんな会社入ったどうだっていい、どんな賞を取った、どんな成績を収めたどうだっていいんですよ。他人は他人でもどうだっていいんですよ。だけど主に母親ですね。母親は周りの目をやたらと気にするんで、世間体とかやたら気にするんで、自分の息子は出来が悪いんですよ、出来が悪いんですよって言って謙遜して、で、よく比べるんですね。あなたの息子さんすごいですね、すごいですね、うちなんかみたいな感じですね。最悪ですね。最悪です。だから母親が多いんですね。やっぱり母親が子供を
苦しませるっていうのか、濁らせるっていうのかな、黒くするっていうのかな、ダメにしちゃうっていうのかな、まあそうですね、腐らせちゃうっていうのかな、うん、特に母親が多いですね、うん、母親大体世間体にしてまだ、まあ、近所付き合いとかもあるもんで、近所とか親戚とかの付き合いとかの兼ね合いとかもあるもんで、そういうところで自分の子供をどうしても他の子供と比べちゃうんですよね、うん、比べてで自分の子供を貶めちゃうんですよ。最悪ですね、うん、こう、まあ、度を超えるっていうか、ある程度期間が経つと子供は本当に腐っちゃうというか、精神に異常をきたしちゃうんで、もう台無しですね。子供の人生も台無しになっちゃうし、だから母親がどういうふうに子供と接するかっていうのはとても大事ですね。うん、ここは、まあお子さんいらっしゃる方ですね。で、特に母親の方、まあ父親の方もそうだけど、父親は大体あんまり干渉しない人が多いんで、自営業とかやってると干渉してくるかもしれないですけど、干渉しない人が多いで、母親が大体口酸っぱくああだこうだああだこうだいう人が多いんで、うん、最悪ですね、そういうのは。うん、まあ社会意識、それも社会意識ですね。ラムサが特に注意しなきゃいけないって言ってる社会意識、うん、だから勉強しなさいっていうのもそうだし、いい大学行きなさいっていうのもそうだし、いい会社に入りなさいっていうのもそうだし、いい賞を取りなさいっていうのもそうなんだけど、全部社会意識、うん、そうじゃないよ、全部全ての人はみんな等しく価値があって尊いんだよって、うん、そこ優劣なんかつけないんで、うん、全ての生命命は等しいんだよっていう価値があるんだよ。だから自分の息子さん娘さん、自分のお子さんはもうそこにただいるだけで尊いんだよ、ただただ愛してあげたらいいんだよ、愛情を注いであげたらいいんだよ、大事にしてあげたらいいんだよ、でお子さんが進みたい方向に進むっていうのを許してあげたらいい、全面的に許してあげて、で応援してあげたらいいんだよ、それだけでいいんだよ、それを他の子供と比べて、自分の子供は出来が悪いだ、あんたは出来が悪いとか、うん、まあ頑張ってないだとか、うん、そういうことを言っちゃいけない、うん、それは最低ですね、最低ですね、うん、まあそこすごく大事なとこなんで、うん、社会意識に大体親って社会意識に染まってるんで、親の言うことは聞かない方がいい。基本的に無視する。基本的に親は無視する。うん、ただやっぱり長く生きてるっていうか、この世界で長く生きてるだけあって、プラスになる知識も持ってたりするもんで、で、だから話を聞いた時に、あ、これはためになるなと思ったものだけ受け入れる。それ以外はもう全部無視でいい。うん、基本的に親ってのは社会意識の塊なんで、全員が全員そうじゃないですけどね、うん、自分の目的とか目標とかそういうものに意識をちゃんと持ってて生きてる親の方はいいです。成功されてる親の方、充実してる自分の生きたい人生を生きている、まあ親の方はそういう親から何かを学ぶっていうのはいいですけど、そういう親は大抵あんまり、まあでも人それぞれですかねそれはそれぞれですかね、うん、まあ基本的には比べない、うん、みんな等しく価値がある、うん、だからまあレッテルを貼らないっていうか見下さないとか、うん、まあ悪く言わないっていうことですね。まあ、そんなところです。で、体重の方は 53.45kg、プラス 0.5kg の増加です。なんで、昨日も 0.5kg 増えて、今日も 0.5kg 増えてるんですよね。うん、なんか野菜ジュース取ると、やっぱ徐々に体重増えていくのかな。体脂肪率も今日はちょっとだけ増えてるけど、まあ、ちょっと、ほんのちょっとですけどね。体重はなんかやっぱ増える、割と増える。体重だけ。
だこれは逆に言ったら今の体重がすごく低すぎるんで、異常なほど低いんで、健康に向けて進んでるっていう風に見ることもできる。だ健康の体重に向けて今そこに向かってる状態っていうのかな。野菜ジュース取ると健康なところに向かっていくよっていう見方もできる。まあそれはまだわかんないですけど、健康なところに、まあ、向かう傾向があるのかもしれないってところですね。まあ、数値だけ見たら単純に体重が増えていくっていうところ。野菜ジュース取ると体重増えていく。ただこれは今の私の体重が少なすぎるっていうのもあるもんで。だから、まあ一番いい健康的な体重には戻りつつあるっていうのかもしれないですね。少なくとも野菜ジュースだけ取っていても、野菜ジュースと野菜果物ジュースだけ取っていても体重は減らないっていうわけではない。野菜ジュースと野菜果物ジュースだけ取っていたからといって体重は増えないよっていうわけではないってとこですね。まあ果物ジュースだけ取ってる時も、果物ジュース結構たくさん取ってた時は体重増えたりしたんで、まあそれと同じで、ある程度の量を取ったらやっぱ体重増えてく、そういう傾向がどうもあるみたいですね。で BMI は 16.9 プラス 0.2 の増加です。で体脂肪率 5.8% でプラス 0.1% の増加。まあ体脂肪率増えたって言っても 0.1% なんで、あんま大したことないですね正直。昨日は 0.6 増えてるけど、今日 0.1 しか増えてない。6590取ってるにもかかわらず 0.1 しか増えてないんで、まあ、体脂肪率にはやっぱりそう影響は受け、まあ、及ぼさない可能性があるってとこですね。ただ今回取ってるのが伊藤園の充実野菜とかビタミン野菜とか、この辺ペットボトルで結構たくさん取ってるんだけど、この辺は正直ほとんど果物ジュースって感じだったんで、果物ジュースは、まあ、体重体脂肪率そんなに上げないもんで、っていうかむしろ落とす方なんで、まあ、その辺も影響してる可能性があるってとこですね。で、血圧の方は106-73。まあ、大体最近のところに入ってると言ってもいいでしょう。で、ウエスト63センチですね。まあ、変化なし。ウエストがなんか異様に、細いっていうのかな。細い状態を維持するっていうのかな。体重昨日も今日も 0.5 キロ増えてるにもかかわらず、ウエストが変化しないっていう、なんか気味悪いですよね。気味悪いって言っちゃっちゃった変だけど、不思議な感じですよね。今までは大体 0.5 キロ増えたら、まあ 0.5 センチとか1センチとか、ウエストもちょっと大きくなるんですよ。大きくなってきてたんですけど、野菜ジュースだと体重 0.5 キロ増えてもウエスト変化ないんですよね。 0.5 キロ増えて変化ない、また 0.5 キロ増えて変化ないっていう、ウエストにすごくいいっていうのかな。でウエスト周りのシェイプアップっていうのかな、ウエスト細くしたい人には野菜ジュース、これ一択ですね。不思議なぐらいウエストが大きくならない。なんだろこれって感じですね。体重増えていくのにウエスト変わらないっていう、まあ不思議な、まあ事実というか、まあもうちょっと長くやってみないと正確なところ分かんないですけどね、もっと長く続けてみて明らかにこれウエストすごいよ、これやっぱウエストあんまり変わらないっていうか、そんなに変化ないっていうか動かないよっていうなったら、まあ実際今ちょっと数日試した感じでも明らかにウエストには影響を及ぼさないんで、だからもう腰回り細くしたい人には野菜ジュースおすすめですね。おすすめします。まあそんなところですね。絶食129日目完了です。それではまた明日。